今回のリサツトリップはヨーロッパ親子旅ポルトガル編。シントラで超大人気のペーナ宮殿をご紹介します。2年前に来た時5ユーロだったので、このおっちゃん7ユーロって言ったから、私5ユーロだと思ってたって言ったら5ユーロで OK って言われました。2人で10ユーロでもね、このトゥクトゥクは超楽しいからお金払ってても乗った方がいい。これは勉強だ。絶対ベルトしないとダメ。ペーナ宮殿に来ました。14ユーロ、1人14ユーロで、宮殿に入れます。なんとただいま10年に一度のポルトガルブームだそうで、1時間ぐらい入るのに並ぶって言われたけどね、もうここまで来ちゃったからね、行くしかないということで、ペーナ宮殿の入り口まではこのようなすごい坂をですね15分ぐらい歩かないといけません。そうだよナイスリアクション。そうだから、アメちゃんとお水、そうなのが必要です。頑張るぞ。あーほら、おー、旅半ばにして、そうだよ、きついよ、頑張るよ。ほら、アイダムジェレマドカッ、わあ、すごい人です。2年前に比べてすごい人です。 I'm back in town、 戻ってきたよ。またこのペーナ宮殿にやってきました。ヘトヘトなお母様、すごい、まさかのすごい行列、まさかのすごい行列です。これは並ばないといけないかもしれない。もうすぐ入れます。この宮殿の中は写真を撮ってはいけないらしいです。なんとですね、私は2年前に来た時にこの宮殿の内部に入らずに帰ってしまったので、今回楽しみにしています。ペーナ宮殿の中は撮影禁止ですが、このテラスは撮影ができます。晴れ間が見えてきた。すごい高さです。がいいね。シントラを一望できます。こっちの方も行ってみよう。いや、中はね、本当にたくさん写真を撮りたい場所がありましたよ。中のね、彫刻とかもすっごく面白いから、ぜひちゃんと中に入ってください。あー、うわー、綺麗。ここには海も見えます。雲が近い。前はね、ここ歩けたの。なんとこんなところで歩けちゃいます。少しずつ変わっております。見られるところが少なくなっております。ペーナ宮殿、もう今は入れないんで、あ、かわいい、レインボーガールズ。こっから入ったんだよ。今入れません。2年前よりも観光客が増え、大人気になっていたペーナ宮殿。
世界的なポルトガル人気を肌で感じました。次回のリサツトリップはヨーロッパ親子旅ポルトガル編。ペーナ宮殿とは打って変わってとっても見やすい超穴場観光地モンセラーテ宮殿をご紹介します。インスタグラムもフォローしてね。チャンネル登録、高評価もポルトボール。 See you next trip!